前回ね、クライマックスシリーズファイナルステージの第一戦をやってね、まさかまさかヤクルトにね、1-0 で負けるということで、アドバンテージがね、なかったことになりました。うん。それがね、ちょっと主な前回の、振り返りとなります。うん。で、リーグ成績に関してはね、まあ、結局98勝40敗、98勝40敗、勝率7割1分で、優勝をね、果たすことができました。で、タイトルに関してもね、まあ、途中加入した、コンちゃん。あと、我らが近本、青柳あたりがね、無事タイトルを取れたということで、それはね、良かったかなと思います。で、今日に関してはね、まあ、引き続きね、このクライマックスシリーズファイナルステージをね、やっていこうかなと、思うんですけど、まあ、開始時間がね、ちょっと遅くなったのもあったんで、まあ、今日は、まあ、良くて2試合。うん。まあ、なんか、1試合延長とかあるんだったら、もう1試合でね、終わろうかなと思ってます。3球目。うん。テルアキ？テルアキ？見てなかったよ。テルアキ？テルアキー。ロッテ見てんのよ。ロッテのクライマックスのチケットあるかなつって。ごめん、テルアキー。クライマックスシリーズ行っちゃったんよ、ロッテが。テルアキごめんね。フライに打ち取られています。あっと、ここもフォアボール。ちょっと、ジュンヤ。ジュンヤ何してんの、ジュンヤ。純也がっていうか追加点取ってあげられてない野手陣に問題あるんだけど、純也アドバンテージなくなってんね、俺たち初戦落としてるからさ、アドバンテージなくなってんのよ。タッチアップされるな。塩見よく見てんな。原汁にやられすぎじゃないなあ。ずっとさ、クライマックスシリーズがどうこうとかさ、最近のプロ野球の事情をさ、つらつら語ってきてたけどさ、原汁にやられすぎやって。なあ、頼むよ。そんなか、そんなやられるピッチャーか。いや、原汁には悪いけど、この打線で0、1点かなあ。この打線で1点に抑えられる打線か、抑えられる投手かなあ。今一度考えよう。今一度さ、今一度自覚しようや。考えようよ。フォアボールあるよ、テルアキ。ああ、まあ攻められないな。元はという高部いいね。高部来年よろしくね。高部。高部結局今年1年いなかったからな、ロッテに。来年よろしくね。ちょっとお前、やればやるほど阪神じゃないわ。ちょっとお前頼む。ちょっとお前行こう。梅ちゃんじゃないところさ。はい、ともや。いいね。ちょ、男山頼む。男山頼むよ。頼む、男山。ガイアフライでいいよ。大山。はい。素晴らしい。最低限ができる男が一番モテんのよ。最低限が一番モテるから。さりげないかっこよさよ。ゲイゲイゲイ、岩崎。だとごめんね、岩崎なんか雑で。岩崎ごめんね、ちょっと。いける。大丈夫。信じてる。岩崎ならいける。大丈夫、大丈夫。行こう行こう。冷静に。はい。素晴らしい。まあ、接戦ものにしたな。ちょっと物足りないけど。高部と西川。まあまあ、とりあえずいいかな。サンタナが帰ってきてほしいな。行きましょう。で、こう、名もなきプロスピオリジナルルーキーが怖いんよ。なあ。ミドリーパワーへって。ふざけるなよな。もういいよ。ミドリーパワー A がうまいんだよな。わし。ともや、こともや、ともや、ちょっとさ、寂しくない？湿ってない？はい、ともや。素晴らしい。
なかなか負けません、俺たち阪神タイガースは。このね、甲子園という舞台で阪神ファン大戦受けてますからね、転売されたチケットをね買ってね来てくれてるファンもいるのよ、この甲子園球場には。もう今世界戦の阪神タイガースなんかもうスター選手揃ってんだから、もうさらによさらによ。まあでもリアルの阪神と違ってあれだもんな、このゲーム内は3連覇だからな。ゲーム内阪神リーグ3連覇だからな、あんま珍しさはないもんな。はい、ゆうすけ、はいはいはい、これぞ男大山よ。雨の中切り裂いたね。いやー、まあなんだかんだ楽しみだわ。ごめん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 って長坂、一緒にやってきた仲やん、だからこそごめん、やはり怪我が重いんでしょうか。ごめん長坂、スワローズが代走を送ります。宮本が攻めた結果なんて、ヤクルト相手に、秋はヤクルト相手にでも違うかもしれないけど、攻めた結果なんよ。ヤクルトと一緒やん、そっちが言うことと一緒ですよ。攻めた結果やもん、ちゃんとピンポイントで失点しただけで内容は悪くなかったかもな。則本たるんでるな。作戦変えるか、作戦が悪くないかもな。だからちょっとこの回までいってほしい、贅沢言わんから。もう則本しょうもな、こいつ。もうしょうもねえってお前、守りきれよ、いちいち変えんぞそう簡単に。ああ甘えんなよ則本がな、最初よかったんだけどな、もう中盤から打たれてんだよなずっと。まあちょっと次から作戦変えます、ちょっと湯本にも悪いことしたから。練習やってね、わざわざ時間かけて帰ってきて、ポンちゃん。もう近本とポンちゃんやっぱいいわ、チカチカコンビいいわ。男山行くしかねえ、2度目のチャンス、フォアボールでもいいよ、フォアボールでもいいよ、はい、男山は違うな、やっぱりやっぱちげえわ、やっぱちげえ、男山はちげえわ。寺脇も続こう。なおもチャンスで満塁の局面、あー盗まれた、しゃあしゃあない、なるほど、いいじゃない、あいいところに上がっている。ちょっとちょっと則本。頼むよ、際どいところに投げたかったですね、頼むって。ここでコーチが声をかけました。たるんでるって、則本。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどう、打ち上げました。頼むよ。せっかくさ、仲間がさ、点取ってくれてんじゃん。キャッチャーの要求が良かったですね。頼むよ。次のバッターをチャンスに。ナイスナイス。ショート取った。二塁アウト。アウト。ダブルプレーです。要所で締めればいい。終わりよければ全てよし。ナイスナイス。あそこで走る。いや中野。いや中野の意識。いや中野の意識いいな今の。今の中野の意識いいよ。あれは評価したい。なんかうっすら記憶になるもん。チカーン、もうチカーン。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。もう手をこすって拝んでるわ。ありがとうございます。リモートこの回まで頑張ろう、ちょっと。また小沢がちょっと働きすぎてるな。ちょっとまずいな。ナイスナイス。下位打線はしっかり抑えたいな。いいねー、ギア上げてこう、ギア上げてこうよ。これ単球、単球、単ティン、単ティンじゃないこれ。危ないな、よしよし、素晴らしい。
テスト決めよう。テスト頼むよ。ヤクルト相手やしさ。はい、テスト。いいね。かなりいいよ。で、中野ね。中野はね、ボール選べると思うから、ワンチャンね、押し出しあるんじゃないかな。ないか。じゃあ、打つしかねえわ。中間守備で来てますから。中野いいね。いいね、いいね。よしよし。素晴らしい。十分十分。頼むよ。いいね、則本。後半から上げてきてる。いいよ。探球探偵探探偵行くか。ナイス。守備変えるか、てか。休ませよ。ミスタードラゴンズだもん。ナイス。素晴らしい。梅ちゃん、仁王立ち。いいね、いいね。初戦取られて、一時はどうかなと思ったけど、その後2連勝できたな、ちゃんと。まあ、今日に関してはね、前回、クライマックスシリーズファイナルステージね、初戦落として、せっかくね、リーグ優勝、20ゲーム差で優勝してね、アドバンテージがあったんですけど、まあ、アドバンテージがね、なかったことになって、一時はね、おい、阪神タイガースどうなんだと、ちょっとね、一時心配がありましたけど、クライマックスシリーズファイナルステージをね、今日2試合、3試合と、やった結果ね、どっちも無事にヤクルトに勝ってね、まあ一応、ファイナルステージ大手かなっていうことになりました。はい。なんで一応ね、次回で、まあ次回というか明日かな。まあ明日でファイナルステージ、突破。そして日本シリーズ、まあ第1戦とか、まあできればなと、思ってます。うん。日本シリーズに関してはどっちが上がってくるのかな今んとこ？ホークスかこれ。ホークスやんけ。おい。パリーグホークス決めてるやん。なるほどね。やってやろうじゃないの。ホークスかかってこいよ。